てて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 てはい、まあそういうことでありますけれども、どうもこんばんは、荒木です。あ、初見の人はこんばんは、いや初見じゃない人もいるかもしれませんが、皆さん、総じてこんばんはと言ったところじゃないでしょうか。いつもであればですね、このような日曜日のこの時間はですね、まあ、マイクラでもやってるところなんですけれども、今日はですね、久々にポケモンの方をやっていこうかなと思います。まあ、ポケモン、シャイニングパールブリリリアントダイヤモンドがね、まあ、出たってことなんで、実は自分結構ポケモンシリーズほとんどやってるんですけど、なぜかこのダイヤとパールだけやったことがありません。はい、なのでストーリーというかポケモン出てくるやつとかが1ミリもわかりません。もう完全に初見ですね。つまりだから完全に初見なんで、まあ、頑張っていきたいなという感じであります。はい、でありますね。そう、多分ね、ダイヤモンドパールだけ何でしたっけね、アドバンスとかなんかあの辺の時のなんか多分あれだったと思うんですよ、ハードだったと思うんですけど、やっぱこの当時のこの小中学生高校生からするとアドバンスとかいうな、あ DS ですかね、まあ、DS とかいうですね、まあ、ちょっと小難しいマシンをねやっぱ買うにはちょっと厳しいところがあったんじゃないかなというところがまああるんじゃないでしょうかね。はい、まあ、自分もあの DS とか一回も持ってなかったんで、まあ、最終的に DS ライトだかなんだかは買いましたけども、それもやっぱ大人になってからようやく買えるというね、まあ、なんかそういうところがやっぱありましたから、はいですね。で、前々回遥か昔にちょっとソードシールドはプレイしてみたんですけど、ソードシールド以来ですね、この、キャプチャーボードとかですね、コントローラーとか HDMI ケーブルとか全部、物置にしまってですね、今日接続からやり直しまして、やっと、8時頃に、やっと8時頃に、おやっとパソコンに移ったぜっていうことで、やっとやっております。はい、もう今これをやるまでですでにかなり消耗してるんですけど、まあなんとか、まあ、ポケモン、まあ、ポケモンですから言うても、まあ、ポケモンぐらいであればいけるんじゃないかなと、ありますありますって何ありますって何はい、まあそんな感じですね。はい、よし、ということでもうサクサクやっていきましょう。うん、まあ、おおよそ、まあ、2、3時間ぐらいを見ておりますね。まあ、2、3時間ぐらいのうちの、キリが良さそうなところで、一旦、スパッと終わります。ということで、まず、どの言語を使いますか？日本語ですよね。日本語。もうこの辺、ふざけずいきますからね。選んだ言語でゲームを始めます。Yes, I do! よし、いきます。うむ、よく切った。ポケットモンスターの世界へようこそ。七かまど、聞いたことねえキャラ来たぜ。いきなり俺の中では大木戸以外はもう知らないことになってるからね。みんなからポケモン博士と呼ばれております。はい、で、はいはい、ポケモンがいます。で、縮めてポケモン、略してって言いなさいよ。呼ばれる不思議な生き物が至るところに住んでおります。ボールを上に投げて下に飛び出したらカビゴンのちっちゃいやつみたいなやつ、こいつなんて言うんでしたっけね、このカビゴンのちっちゃいやつみたいなやつ、これね俺あんまり世代じゃないんで知らないんですよね。まあ仲良く暮らしてますね。はい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 、あ、オッケーオッケーオッケー、はい、オッケーオッケー。ゴンベって言うんですか？うん、ゴンベゴンベ、うん全然可愛くねえな。で、ポケモン同士を戦わせ、傷は深めていったりは、私はポケモンたちのことを、詳しく知るために研究しております。なんか怪しい匂いがプンプンしますね。で、そろそろ君のことを教えてもらおう。おー、いいですね。
どれがいいですかね。あ、これ8個か。この8個のうちで、まあ、この8個のうちで言えば、まあ、これですかね。はい。カタカナでいきましょうか。じゃあ、カタカナで。アラキンでいきます。はい。いや、なカタカナしっくりこねえな、よく考えたらよ。消すには、B を押しますと。はい、 B を押しました。カタカナやっぱしっくりきませんので、アラキムアラキムでいきます。じゃあ、はい、じゃあアラキムさんです。はい。ふむー全然しっくりきてないじゃん。ふむーってアラキムっていうのか。はい、いい名前ですね。いい名前です。こっちの少年は君の友達だったな。誰ひさし、そうすけ、あきと、のぞむか。ちょっとどれもしっくりきませんね。ひさし、そうすけ、あきと、のぞむか。誰がいいかな。6文字までか。6文字までね。オッケーオッケー。そうですね。スーザンでいきます。スーザンヌでいきます。はい、スーザンヌ、お前の名前はスーザンヌだ。よし、アラキムとスーザンヌの果てしない物語が今から始まりますね。はい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 、なんかポケモンの世界へレッツラゴー。はい、レッツラゴー、ネッツラゴーします。いきなりなんか、あ、はいはいはい、結局のところ捜索隊の努力もむなしく、珍しい色違いのポケモン赤いギャラドスの姿は一目目撃することさえできなかったのでありますできなかったのでありますはい、あります。あ、テレビの話でしたね。というわけで特別番組赤いギャラドスを終え、全国ネットでテレビコートブキがお送りしました。また来週このチャンネルでよろしく。今そこにスイッチが転がってますね。歩けます。あ、こういう画角で進むのか。パソコンをチェック。この世界ではポケモンと人が一緒に暮らしております。ポケモンを戦わせる人をろくでなしと言います。はい、なるほど。なんかこの辺のタンス開けるとかなんかそういう機能ねえのかな。特にないですね。植木鉢とかないですよ。任天堂スイッチがある。寝れない。下に行きます。マザー、マザーだ。スーザンヌくんが誰だよ。スーザンヌって聞いたことねえんですけど。このあれですね、ライバルに呼ばれるパターンのやつですね。まず一旦行きますね。まず草むらに行っちゃいけない。ポケモンをもらいましょう。なるほど。オッケー、オッケー。よしっと。どっちですかね。はい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 。野生のポケモンを襲ってくることもあるけど、仲良くなれる存在なのがポケモンなのよ。なのよ。はい。こいつか？違うな。スーザンヌが探してたぞ。あいつの家まで迎えに行ったらどうだい。まあ大体こういうのは隣の家っていうパターンがあるからな。ちょっと隣の家行ってみるか。はい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 。どう見てもこの家じゃありません。多分ここですね。ここが一番癖強いからね、この家が。ほら来た、ドン。なんだってんだよ。
湖に行くからさ。罰金100万。癖強っ。癖強いですね。よし、こいつが忘れ物で家に戻ってる間にその湖に、我先に行くことによってこの罰金100万円をスーザンヌに貸すことができまして、いきなりポケモンバトルが始まります。だから行ったって。行ったじゃん俺さっき迎えに。なーに。あ、ママなんだ。はい、今出て行ったのに戻ってきちゃったわ。はい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 。上ですかね。バッグと冒険ノートも持っていくか。お、アラキーム、遅れたら罰金1000万な。癖強いですね。とりあえず向かいましょうか。これなんかダッシュするとかそういう機能ねえのかな。ないか。ないですね。これがダッシュなのかな。ダッシュっていうか、さっきのテレビ見ただろ。色違いのポケモンの話ね。はい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 。あの湖にみみのあんなっちゃって、なんかいるんだろうということですね。はい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 。あ、もう行けるんだ。こっちか。こっちで合ってた。さあこっちに来てみまして、こっちですかね。なんかいますかね。お、光博士七かまど、うむ。はい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 、よしとしましょう。4年ぶりの新大地方は珍しいポケモンが多い。なるほどね。失礼。失礼します。なんだあいつ、ヒゲ。さあなんか湖にいますでしょうか。ちょっとならポケモンだって出てこねえってばよ。あら、こったらどこさ。カバンがおじで待ってる。さっきのやつの忘れもんでねえとか。あーっと、ここでポッポのようなポケモンが登場しました。さあポッポのようなポケモンが出てまいりましたが、あ、ここでこのイベントが来るんですね。え、中身選べないの。嘘でしょ。ランダム。あれか、これ後々博士に返した後になんか博士からもらえるパターンのやつだな。あ、ちょっとこれどれでもいいんだわ多分。あ、いやいや、見れるんかい。見れるか。ポッチャマ、ナエトル、ヒコザルですか。わかんねー。ちょ、最終進化が何なのかによりますね。このポッチャマってこれペンギンですよね。これ最終的に何になるんですかね。なんか見栄え的に言うとペンギンですか。あ、見栄え的にはペンギンで、こいつはこの猿は、この猿は最終的には猿、これは最終的には猿、まあ猿ですよね。こいつですよね。これ何ですか。これ亀ですかね。この亀みたいなやつは最終的にはカメになると。あ、なるほど。まあ、こん中で言えばカメかな。カメでいきます。はい。なんかカメとか強そうじゃない。防御力高そうだし。まあ、いつもだったらね火のタイプ選んでるところなんですけど、
まあ、いつも火のタイプ選んでもやっぱ面白くないですから、体当たりからにこもる。体当たり、もういいね。いきなり半分削ったってことだ。これ煮立てができる。煮立てってそれ全然意味違うわ。体当たりかましていきます。あれ、おかしいですね。ちょっと残るはずじゃないんですけどね。攻撃力が下がりました。体当たり、じゃあ経験値をもらいました。ふわー、お前のナータルすごかったな。だけど俺のコザルの方がもっともっと強かったけど。ナウ、やべ、さっきの博士の助手じゃん、光さん。もしかしてあなたたちポケモン使っちゃったの？使っちゃいました。ポケモンを使っちゃったという表現。はい、はい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 。もう俺のポケモンとか言ってる。がめついこいつ。もう俺のポケモン傷ついちゃったとか言ってる。またポケモン襲ってきたらちょっとやばいんだよな。はい、さあ、ポケモン返しに行くのは当然だってわかるけど、もうそういう思考？すごい早いんだけどこいつ。もうちょっとこいつと一緒にいたいって。早、その展開になるの、なんかもう3ヶ月とか過ごしたんならまだわかるけど、あ、さっきの人だ。お、めっちゃ怒ってる。光から聞いたが、ポケモンを使った。そうだな。見せたまえ。ふむふむ。ふむ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 。ふむふむふむ。ふむ。まあ、とりあえず研究所に行くといったところでしょうか。はい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 。はいはい、オッケーオッケー、行きます。お、山盛りのポテチと、ママポテチとママ、マサゴタウンの七かまど博士ね。うーん、おー、いいですね。あと怖いって噂も聞きます。あれあれ、まああれ、まあですね。お、ランニングシューズ、こう走れるようになるんじゃない？さては、多分そうなんでしょう。はい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 。ランニングシューズは L スティックだから、こっちのスティックを深く倒すことにより、もっと速く、もっと速く、走れるようになります。ランニングシューズを履いて思いっきり走りまくろう。はい、これで走れるようになりましたね。もう走ってる、速っ。普通に逆に歩く場合は、歩く場合はこの十字キーで頑張って。あ、いいですね。はい、スーザンどうしてっかな。スーザンはいない。いないというね。聞いてみよう。はい、いません。さあ、マサゴタウンというところに行きまして、どうちゃらですね。じゃあ一旦この用もない湖に行ってみます。俺こういう無駄なムーブ好きなんで。はい、こういう無駄なムーブね、一旦かますのがやっぱね好きなんですよね。なんもないですね。この草むらでポケモンが、あ、出ましたね。ここにちょっとレアなやつが、はい、ビッパ、見たことも聞いたこともないポケモンが来ました。見たこともないですが、まあ一応体当たりしていきましょうか。
体当たりばっかりします。シュッ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 。かわいいですね、このコラッタと、なんかコラッタとなんか謎のなんかそういう類のリスみたいな、ちょっと組み合わせたみたいなポケモンですね、これね。全然効かないんだけど。あ、攻撃を下げられてますね。厄介ですね。あ、ビーバーね。ビーバーの出っ歯だからビッパか。かわいいですね。覚えました、ビッパ。そろそろいけんじゃないか。いけましたね。はい。でっとん、パン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 。ということで、湖には用ないんで先に向き合います。向き合いますね。マサコタウンに行ってとりあえず博士に会う。多分これが第一の。お、トレーナーか。野生のポケモンは草むらから飛び出す。つまりポケモンと戦いときは草むらに。はい、ありがとうございます。こっちは何もなかったですよね。今回はあれですかね、ソードシールドの時みたいにこういう木の後ろに実は隠れアイテムがとか、なんかそういうのは特にないですよね。こういう見えないところにアイテムがとか、そういうのは、まあ、パッと見ない、パッと見ないということで進めます。はい。お、トレーナーか。ポケモンの HP つまりヒットポイントが減ってきましたら、お家に帰ってぐっすりプーでございますと。はい。トレーナーか。フレンドリーショップの店員です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ次は、出ました。ビッパ、ビッパです。こいつは、こいつの名前はビッパ。ちょ、鳴き声ばっかしてくるからな。でもこいつを倒せばレベルが上がると思われます。体当たりしていきましょう。どんどんいきます。わあ！よし。お、なぜか倒した。さあレベルが上がりましてからの、なんか覚えるかな。何も覚えた。お、何も覚えた。来ましたね、木の葉ですね。まあ木の葉って言うとやっぱりあれですね。これトレーナーか。ここの段差は一方通行ドスン。はい。特にアイテムがこの辺にあることもなく、何もなしと。さあまたビッパが現れました。レベル3、レベル3でございます。レベル3、レベル3です。じゃあコノハを今度やっていきましょう。ドクシドクシドクシ。よし、やっぱちょっと序盤はあれっすね、ちょっと弱いとはいえ特攻っていうかこういう技の方が強いですね。さあ来ました、マサゴタウンに。あ、光先生じゃないですか。はい、よろしくお願いします。ここがポケモン研究所で、中でドン。はい、怖いというかむちゃくちゃだぜ。そうなんです、スーザンはねせっかちなんですよね。やっぱりスーザンはな、名前からしてもせっかちだもんな。まずさ、やっと来たか。あーら、キムタね。もう一度ポケモンを見せたまえ。ふむ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 
ふむ、ナエトルにニックネームをつけますか。はい、ナエトルは最終的に何になるって言ったんでしたっけ。でかいリクガメ、でかいリクガメの名前は何ですか。そいつの名前はなんかそのバンギラス的な感じで、一番最後の名前って何ですかね。ドダイドス、ドダイトス、ドダイドス、まあどっちでもいいけど、ドダイトスか、ちょっと強そうじゃないですね、ドダイトスは。ドダイトスなんかあんま強そうじゃないんで、で6文字以内か。カメ、カメって、カメって英語でな、カメ、タートルか、タートルが英語だから、そうですね、デカタートル、いやデカタートルちょっとかわいそうだな、悪口言ってるみたいになるから、ドダイトスか、で背中から木とかなんかが生えてるカメ、じゃあもうタナトス、タナトスでいこう。もうキャラ変わってるけど、もうタナトス、タナトスでいきます。しこれでいけ。はい、いやちょっとこれかっこよすぎてちょっと荷が重いですね。ちょっとタナトスじゃ荷が重いから、そうですね、カメか、木が背中から生えてるカメでしょ、やっぱり。木が背中から生えてるカメってなんかどっかで見たことあるんだよな。なんだっけあれ、あいつ名前忘れた。なんだっけあれ、あのジョジョのあの2部で出てくる、あの途中までのラスボスかと思われたやつの名前忘れちゃった。あ、なんだったっけ。思い出せねえな。いやいや、そっちのあの石人間じゃない方の、石人間じゃない方のあの波紋のあの修行してた方で、あの最終的に裏切っちゃって、私も不老不死になりたいのだっつって、一番最初に裏切ったやつ、あいつ、ストレイツォ、ストレイツォ、そうストレイツォだから、でタートルとストレイツォ、タートルとストレイツォを組み合わせることによって、ターツォーでいきますこれだ。はい、ターツォー。あまりに発音が良すぎて、ギリギリタートルに聞こえないこともないってことで、ターツォーでいきます。これでいきますね。はい、君とターツォーにはもう絆が生まれ始めている。その絆を大事に大事に育て上げるのが君のトレーナーとしての役目だ。そう、その絆を忘れずにいれば君はきっと素敵なポケモントレーナーになれるだろう。なので一緒にこのポケモン図鑑も、埋めることに協力してほしい。このポケモン図鑑は君がこのターツォーとの絆を忘れなければ自然と埋まっていくはずさ。私はずっとね、研究員をやっていたからそういうことはわかるのさ。なので君にはきっとその素質があると思うよ。この光は僕の助手だから、好き勝手使ってくれたまえ。何か聞きたいことでもあれば聞いてくれたまえ、と。そのようなこと言っておりましたね。光の父です、光の母です。違った。光のこっちは母ではない。さあ、なんかアイテムとかないですかね。特にないですかね。じゃあこういうとこがちょっとドラクエとはやっぱ違うんですよね。ドラクエとかのなんかちょっとあのあれが染みついちゃってて、なんかこの辺になんか入ってそうな気がプンプンしちゃうとこある。私がいろいろ教えてあげるよん。ポケモントレーナーとしても助手としても、あちき先輩だし、先輩の言うことは聞くもんで
ありますぜ、こちらがポケモンセンターですね。テルテテンテンテテルンでございます。でこちらが、ショップっすね。はい、ショップショップ。ここでまずボールを買うことが大事だね。はい、ポケモン図鑑を作ることは家の人に言わなくていいのかい。はい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 、なるほど、 OK でございます。で、どっかに消え去ると、苗取ると消え去るです、これがね。でこいつが、はい、これキッズね、はい、キッズはなんか、ほざいております。そして、このお姉さんもなんか言ってますと。でこの下は行っちゃいけないから、君の持っているそれは、はい、まあ、こんなもんかな。で、バック、お小遣い8000円、結構持ってますね。はい、まあ、一旦マザーに報告するという段取りですね。よし、マザーに一旦報告してまいります。 Hey mother、はいはいはい、ご飯できているからありがとう。ふむ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 、七かまど博士からそんなすごいこと、よーし、んー、頑張れー。冒険ノート、冒険ノートにはあなたが冒険する中で気になったことや疑問に思ったことが、勝手に文字として浮かび上がってくる、古代の遺物ノートなのよ。すごいノートだ。はい、そんなねえ、大パーツみたいなノートがこの世に存在するとはね。あ、スーザンヌのママ、スーザンヌには先を越されております。スーザンヌにこれを届けなきゃいけません。これはきっとまあパンツでしょう、うん、やっぱりママが息子に渡すものといえば大体パンツですからね。これはパンツに違いありませんからね、早く届けてあげないといけません。さあ行きます。あ、帽子もらった、かわいい。これはこの作品もなんか服とか買えるんですかね。なんとなくこう衣装とか変えられるのかな、どうなんだろうな。またビッパが来ました。さあ、もうビッパごときは私の敵ではございませんが、いかんせんまあボールが、あ、一個もないですよね。まあボールが一個もないんで、とりあえず戦っていきます。って言ってましたね。可愛いですね、ビッパさんは。よし、さあ2発で倒せない。ターツォー、可愛いね、ターツォー。ターツォーってなんかいい名前に見えてきたな、だんだん。ターツォーのカノハ、ビッパー、ターツォー、カノハ、これがね、はい、あと1回戦えばレベルが上がりますと。行ってみましょう。すんごいエンカウント率。おっと、これは何でしたっけ、ムックル、はい、ムックル、これは何のポケモンでしょうね。ハトですかね。ハトムネの、ハトムネ、あ、やべ、間違って体当たりしちゃった。ハトムネだからムなのかな。でもクルック、クルックのクルックだから、クルックってなんだ。あ、ムクドリですか。あ、ムクドリっていう鳥がいるんですね、そもそもこの世には。あんまりそんな聞いたことないですけどね、人生生きてきて。ムルックじゃねえ。ムクドリね。はい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 。一旦回復します。一旦回復をしてまいります。ペンペペピン。
さあポケモンセンターの人はね、なんか有益な情報くれたりするんで、あの青いおしゃれデザインのパソコンは君もポケモンを連れているのなら使っていいのだよ。はい、でこちらが、なんか通信系のやつですかね。はい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 。でチミは、はい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 、 OK でございます。でこちらが2階はコミュニティクラブ、あ2階が通信系の方ですかね。はい、じゃ一旦このお小遣いでボールを、まあそうですね、まあ、せいぜい10個ぐらいあればいいんじゃないですかね。まあ10個ぐらい買ってみましょうか。あ間違って20個買っちゃったまあいいや。もう言ってることとやってることが言ってることとやってることがもうあれですけど、傷薬も、まあ、10個ぐらい買っときましょうかね。一旦もう必要ですから、どの道最終的には。はい、そうですそうです。で、体力がなくなると体力がなくなります。はい、で、ポケモンを捕まえるならモンスターボール、はい OK でございます。ちょっとこの下の方行ってみましょうかね。219番道路、おアイテム、わざましいんじゃねえのかよ、毒消しって。これ最終的にはこの岩を岩砕きとかでぶち壊すことによって、なんかこう、まあ、あのそんなルートないですね。ここ波乗りでなんか行く感じですかね、どっちかというと。ってことで上に向かいます。さあ、202番道路、光だ。もうここでポケモンバトルか、違った、あ、レクチャーね、レクチャー。はい、さあビッパーが来まして、おお、チミはポッチャマを使っているのかい。バシュン、なんかモーションが可愛いな。はたくの時にちゃんとこう、あの羽部分でなんかこう叩いてる感じが出てますね。いいね。で、あ、そうやって横にボールポケットにずらして、ボールを選択しまして、ギョインギョインギョイン、こしでげでげでげでーん。はい、いいですね、いいと思います。本当はもっと体力減らしたりとか、しびれとか麻痺とかにした方がもう無敵なんですが、はい。で、モンスターボールゲッツ。さて、とりあえずでも学習装置とかがないとあれですかね、機械ポケモンって一生レベル上がんないですかね。今回も学習装置をとりあえずゲットしたい気持ちはあるけど、まずビッパを捕まえます。どうにかしてコノハをします。コノハ、うわー微妙、体当たりで倒れるかな、体当たりで倒れないでくれ。あもう本当にね、こう倒れないで欲しい時に限ってまあ大体倒れるんですよね。ちょ、ビッパビッパ、だーれもうマジで見たことないポケモンしか来ないから、もう全部新鮮すぎ。コロボウシ、コロボウシは、まあどう見ても虫タイプっぽいから適当に体当たりしていこう。全然効いてない、強い。木の葉でいくか、木の葉。え、全然、あ、虫には草が効かないんでしたっけ。うわー、ちょっと俺の記憶力が問われてるな。体当たり、体当たり、よし。さあ体当たりもう一回やって倒れるかな、どうかな
1だけ残ってほしいんだけど、頼む。だもう全然捕まえられません、さっきから。おもう、あーこいつ、こいつ絶対勝負挑んでくるタイプの顔してるな。あーそうだよね、勝てるかな。さあ短パン小僧のユータはムックル、相性が悪いでございますけれども、とりあえず体当たりで頑張っていきましょうかね。体当たり早っ。やべえな、負けるかもしれん。むむむ、いやあっちがなんか風起こしとかやってきたら一発で死ぬな。まあ一旦ここで多分、あれポケモンってあれかな、トレーナーが一番早いんだっけかな。どうでしたっけ、ポケモンの素早さより傷薬の方が早いんでしたっけね。確かそうだった気がするんで、まだここは体当たりでいいと思うんですよね。よし、着実に削っていって、でまああと1回の攻撃なら耐えられるんで、これ一旦いきます。よし、いけたぞ。よー、いい読みでございましたね。ござんした、ござんした。これはなんか覚えるかな。何にも覚えません。強いじゃん、強いじゃん、強いじゃん。もう先に進む。これ下行っちゃうから。おっと、この状態でトレーナーと戦うのはちょっときちいものがあるんで、まあ、一旦回復すると見せかけて、回復はせず、ちょっとなんか一匹捕まえようかな。さあ来ました、コロボウシ。はい、コロボウシでございます。見たことも聞いたこともないポケモン、コロボウシ。こいつには体当たりをぶちかましていく。あと1回だな。はたくで1か。オッケーオッケー、よし、ナイス。残りこれだけ削っとけば、これまあ一発でいけるっしょ。これモンスターボール使う。てか光ってモンスターボール20個もくれたんだ。じゃあ俺20個も買う必要なかった説が今浮上しております。はい、一旦コロボウシを捕まえました。コオロギポケモンだ。あ、コオロギでなんか、なるほどね、なるほどなるほど。よし、これでいきます。襟元が CD のようなんで、襟 CD にします。こいつは、はい、こいつの名前は襟 CD だ。あ、やっと来たー、ビッパ来ました、来ました。さあ体当たりかましていきます。おっと、これもう一回体当たりで、いおっとあ、でもまあワンチャンここでターツオが倒れても、まあまあさっきのコロボシがいるんで、まあまあまあいけるっしょ。なーにこの戦い。これで捕まえられなかったら俺の負けではあるが、さあどうでしょう。よし、ビッパーを捕まえました。あ、本当だ、みんな経験値入ってる、すげえ。なんて楽ちんなんだ。ビッパービーバーはですね、デッパのビーバーですよね、うん、なるほどね。まあこいつはまあ無難に
まあ無難にバービーじゃないですかね、一番無難でしょこの名前が。バービーでいきます。はい、で俺はポケモンセンターに今帰って回復したいんだけど、この草むらを走り切る間に敵が出るかどうか、これ問題ですね。いや、こっちに行ってからこうだ。あ、これで、あーっと、ここにも草むらがあるが、失敗しましたね。いけるかな。よっしゃ、あいやいや、傷薬1個もったいねえな。傷薬が1個もったいなくなってしまいました。いやでもほら、ワンチャン逃げれなかったら死ぬじゃないですか。だってワンチャン、ワンチャンス、そうですよ。俺もそういうね、ポケモンをね、こう危険な目に合わせるような真似っていうのは基本的にやっぱしたくないわけですよ。そうです、ポケモンを危険な目に合わせるのはもうトレーナー失格ですから、ちゃんとね回復はしてあげなきゃいけません。はい、倒しました。一旦回復します。一旦ね。ターツォの体力を回復させてあげてくれ。あー、話しかけてない、話しかけてない。はい、違う、違います。さあ、向かいましょう。どこに向かうのか分かってないんですが、まあ、適当にスラスラ行きますと。あーっと、さあ何を出してくるんでしょうかね。てかさっきから基本的にずっとターツォの相性が悪いですね。ビッパー、かわいい。もうほぼポンデリングじゃんこいつ顔。あ、名前ポンデリングにすりゃよかったかな。ちょ、ま、ミスったな。バービーとかなんか面白くもなんともね名前つけちまったぜ。体当たり、よし。レベルアップ、誰？あ、エリシーディ。エリシーディって何？いや、ちょっと自分で決めた名前ですけど、エリシーディってひどすぎるでしょ名前。エリシーディ。まあいいや、とりあえず戦っていきましょう。はい。さあ。こちらのビッパも刻んで倒してまいります。オッケー。お、悔しがってる。348円、お、強奪しました。特になんか他のポケモン出てこねえな。この辺はこの2匹しか出てこないんかね。ビッパとコロボウシ。お、もう一発、もうワンパンですか、ターツォで。特に何も覚えないと。おっと、こいつもあれか、話しかけてくるタイプか。え、ムックル？あ、ムックルも俺捕まえてねえや。そういや、そういえば、お、なんだこれ、コリンク。見たことも聞いたこともないポケモン。本当に全部見たことないポケモンしかいねえや。タトル、こいつ何ポケモンだろうな。ゾウかな。
いやでも鼻がないからゾウじゃないな。なんだろうな。とりあえずコノハで行ってみます。もう色的にはほぼゾウなんですけどね。ゾウじゃないか。うわ、あでもこっちは草だから電気は全然効きまへん。失礼。さあ、おーいいですね。どっちもレベルが上がりまして、なんか覚えるかな。虫の抵抗、バービーは丸くなる、うん、まあまあまあ序盤ですからね。そんなもう役に立たない技ばっかり、まあ、やっぱ覚えてきますけども、まあしょうがないといったとこでしょうか。ムックル欲しいっすね。確かにムックル、ムックル全然出てけへん。ムックル欲しいんですけどね。ムックルってあれっすよね、なんか鬼スズメ的な、ピジョット的な、なんか最終的にちょっと強いですよみたいな立ち位置までいけると思うんですよね。よし、着々と刻んでいっております。なんだこいつ。あ、トレーナーじゃなかった。はいはい。あ、朝夜で出現ポケモンが違うというパーティーもあるんですね。あー、それはちょっと困りますね。朝夜ってどうやって切り替えるんだ。現実とリンクしてるんでしたっけ。ってことは今絶対に昼のポケモン捕まえられねえということか。それは困っております。よし、技マシンか。違った、ショックでけー。もうマジでビッパとコラボ帽子しか出てけん、出てけん。まあ一旦この草むらはもうあれっしょ、もう大体進捗達成でしょこれ。この草むらはもうオッケーとします。出すん。タツオ、タツオのレベルが全然上がらない。なんだこれ。コトブキシティ、光。アラキムくん、ポケモン捕まえている。トレーナーズスクールがあるんだ。あーなるほどね。トレーナーズスクールっつうと、あのマダツボミの塔みたいな感じで、なんかこう鍛えることが可能なわけだな。これか。まあパッと見これだな。話を聞いていってみよう。トレーナーになりたてでしょ。お、スーザンヌじゃん。はい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 。渡すものが、あ、そうだった、忘れてた。そう、渡すものがあるんでした。そうです、はい。やった、タウンマップゲッツ。はい、はい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 。タウンマップというのは、あ、これか。タウンマップ、はあ、なるほどね。あー、オッケーオッケーと。黒金シティ、ソノオタウン、ミオシティか。まあスーザンがまあ黒金シティって言ってるぐらいだから、まあ黒金シティに行くんだろう。あー、なるほどね。ここはあれか、一般常識を基本的に喋ってるわけだな。
モンスターボールで捕まえたポケモンは同時に6匹持ち歩くことができる。そうして捕まえたポケモンを育ててたかたた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 たポケモン。あーもう、あーいや、読んでない読んでない読んでないです、違います。はい、で黒板にはどれについて見ますか、見ません。お、そう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 、こういうのこういうのこういうので経験値を稼いでいく。はい、塾帰りのナオト、かっけえ。ケイシー、あーこれは知ってますよ。ケイシーぐらいのレベルであれば私でも知ってますよ、さすがにレベル6 ちょっと地味に強いな。いまいちか、いまいちっぽい音だったな。オッケーオッケー。で特攻が上がると、なかなか強えな。よし、もうあと体当たりで十分よ。これいまいちか、よし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 、ダーツオ体調チョイスです。よし、これで経験値が54、すげえ。いいね、いいよ、タツいいよ。こっちも戦えるか。オッケーオッケー、いいね。経験値大事だからね。チサト、またケイシー。でもケイシーはね、まあ好きなんですよね。やっぱまあ初代のポケモンっていうのもありますしね。まあ最終的にフーディンっていう、なんかこう強いじゃないですか、フーディンって。まあどう考えても、やっぱフーディンいいですよね。でもやっぱ青森にいた頃はその友達っていうか、あの通信ケーブルっていうんですかね、まあ今時通信ケーブルって聞いても何のこっちゃか分かんないと思いますけど、まあ通信ケーブルを持ってるやつが神みたいな、まあ文化がありましてね、昔のはるか昔のゲームボーイカラーとかはケーブルを挿してないと、やっぱりその今でいうところの USB ケーブルですよね、あれをね、あれでこうゲームボーイ同士をつないでないとね通信できなかったんですよね。はい、今の時代はほらやっぱりこういう電波がありますから、 Wi-Fi だの Bluetooth だの、まあ、そういうのがありますから通信できるんでいいんですけどね。で当時はやっぱりこの通信ケーブルっていうのをね、もう持ってるやつはもう金持ちだと言われてたんですよね。そんなことないんですけど、もう通信ケーブルを持ってるやつがもう超もてはやされてたんで、だから俺一回もゴローニャとかフーディンとかですね、あとカイリキーとかですかね、ゲンガーか、あとゲンガーとか、あの辺はこう通信で進化するやつですから、まあ当時はまあ厳しい思いをしてましたね、やっぱりね。で何しに来たんでしたっけ、この町に。この町に何しに来たのかを全然覚えてない。しかも全然人の話聞いてないまま適当に A 連打してたから、なんか大事なことがあったのかもしれない。なんかアイテムとか ありそう、アイテムとかありそう、なさそう。はい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 、さっきのとこから技マシンもらえたんですか。ほらやっぱそういうねボンミスがね発生するんですよ、そういうこういうねしょうもない話をしてたりするとボンミスが発生しがち。こいつですね。はい、今日はポケモンのタイプの勉強したよ。草は炎に弱くて、炎は水に弱くて、水は草に弱い。はい、ん、あこいつじゃない、あポケモンセンターの方か、あ違う、熟備の男。どっち
全然話聞いてなかった。はい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 、この技マシン君なら使いこなせるよ。技マシン10。ポケモンに奮い立てる。はい、攻撃と特攻を上げる。え、技マシンって使ったらなくなるんか。嘘でしょ。あれ、そういうシステムでしたっけ。あ、そういうシステムだったわ。あー、うっすら思い出してきたね。お、金持ちの秀樹。ポケッチ、ポケモンウォッチ、略してポケッチ。おじさんでポケッチ作ってるんだよ。3人のピエロを探し出します。まず1、ポケモンを倒すことで経験値を得て強くなる。はい、ポケッチ引き換え券1。さあ、あとのピエロはどこにいるかな。ちょ、しらみつぶしで、まあ、ここにはいませんけれども、ピエロ、ピエロと、まあ、こういうところに案外いると思わせといて、まあ、いない。あ、いた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 。ポケモンに道具を持たせることができる。はい、ポケモンは道具を持つことができます。引き換え券3。あと1人、これ外出ちゃうな。まあでもこのパターンからいくと、もう1人も外にいるんだんだろうと思う。あ、いた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 。ポケモンだけでなく、ポケモンの技にもタイプがある。はい、全部正解してしまいました。まあ、やっぱり私ぐらいね、まあ、古くからポケモンやってると、まあ、こんな問題はもう基本中の基本ですからね。金持ちの秀樹。ポケッチにアプリを追加するとできることが増えていく。 R を押してポケッチを使う。 R を押してポケッチ。え？は？え？あ、電卓。はいはい。これは何ですかね。持ってるお金ですかね。あ、でパーティーと時計か。時計は配信画面の左上に出てるからよくて、電卓は使い道が謎だし、ま、お金、まあまあパーティーかな。パーティー表示しとこうかな。じゃあパーティー、よし、これでいこう。ちょ、ずっと出てるとうざいな。よし、これでいこう。やべえ、どっち行くんだったっけ。マップってなんかショートカットキーで出せたりしないだろうか。出せない。よし、と。お、黒金シティに行く。じゃあ右だな。オッケーオッケー、黒金シティに行きます。おっと、スーザンヌがポケモンバトルを仕掛けてきました。こいつなんだっけ、ヒコザルか。ちょっときついな。火の子と、火の子やってきたらちょっときつい。あーと、一旦ムックルが来まして、でもこいつもなんか風起こしとかやってきたらちょっときついですけど、体当たり。いや、きちいことの連続だぜ。ちょっと今回あれだな、厳しい御三家を選んじまったかもしれん。草タイプ。やばいです。しかもレベル7っていうところがよりきっちいですよね。で、今攻撃下げられてるから体当たりも全然効かないし、そもそも木の葉もいまいちだし、
あ、オッケーオッケー。レベルアップ LCD、 LCD に変えるか。いやーでも LCD じゃヒコザルに勝てねえが、まあ、一旦入れ替え。いやでも虫だもんな。しかもろくな攻撃技がないし、こいつも体当たりか。やめとこう。この葉効かないかな。成長って何？攻撃と特攻を上げる。この葉効かないかな。何その技？防御下がり。うわ、しびい、しびいし、きちい。あ、よかった。まだ火の粉やってこないタイプの彦猿でも全然こっちの攻撃が効いてない。これはきついですね。いや、だいぶきちいですね。あー、まあまあじりじりいきましょう。はい、まだまだこれからだ。あ、そんなことは言わない。ちょっとピンチかもな。お前傷薬とか使ったらマジ承知しないぜ。タツオ、ナイスタツオ。あと一発耐えられるか。ちょっときっちいかこれは。一旦傷薬だな。傷薬使う。タツオ引っかく。9も減るのか。まあ一旦体当たりだろ。よしよし、スーザーお前傷薬使ったら承知しねえからな。お前今日9を食らうのか。どうだ。よし、ナイスプレイ、ナイスタツオ。レベル上がりました。なんか覚えるかな。何も覚えねえ。でバービーが何も覚えねえ。何も覚えねえ。お、1188円もカツアゲに成功しました。黒金のポケモンジム、あー、やっと黒金からポケモンジムがあるっちゅうことだね。ポケモンが戦うとき最初に飛び出すのってリストの先頭にいるポケモンなのよ。しっちょる、しっちょる、しっちょる。短パン小僧が元気なのはポケモンから元気をもらったらズボンの丈がどんどん減っていくからさ。やかましいわ。さ、トモキが勝負を仕掛けてきました。ビッパです。またビッパが出てきました。まあこいつにはまあ大体この葉をやっとけば安全、安心安全でしょう。ターツオの HP が着々と減っている。おっと、ズバッとは、ズバッとは飛行ですか。一応毒飛行みたいな感じでしたっけ。どうだろうな。まあターツオでいくか。ターツオでズバッと奪われて君のところに言葉がほら。いや可愛いなズバットは。やっぱ初代のポケモンって思い入れがあるよな。あれ混乱してやがる。この葉どっちどっち。よし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 ですね。でレベルも上がりもしないと。だんだん渋くなってきたな。
さあ、ここは新しい草むらですからね、なんか珍しいポケモンが、珍しいポケモン来い。来ました、ムックル。こいつは捕まえたいところ。レベル4、まあいいでしょう。体当たり2回、あっと、お、あぶねあぶね。よし、これでいけっしょ、いけっしょ。これモンスターボウ、モンスターボウをスローしていきます。これ確実に捕まえたんで、まあ OK でしょうね。はい、 OK ですね。実に OK。 エリシー D のレベルが9に上がりまして、なんか覚えるか、なんも覚えねえ。ムックル、ムクドリポケモン。普段は群れで暮らしているが、一匹になると目立たなくなり、鳴き声がとてもやかましい。じゃあニックネームはやかましすにします。やかましすと、鳴き声がやかましいとのことなんで、やかましすでいきます。あとはなんか珍しいポケモンいますかね。あれ、あ、ここ下るタイプじゃない、ここから行ってこう取るタイプだね。はいはいはい。よし、で、ここもどっかから行けるってことか。さあ、珍しいポケモン来い。来たー。なんだったっけ、そう、コリンク、コリンク、はい、コリンク。こいつは捕まえたいですね。レベルいくつだろうな、レベル4か。体当たり一発でどうかな、半分、半分切らないので、半分切らないから、もう一回いけるんじゃないだろうか。頼む。よし、ちょうどいいでしょう。やっぱ電気タイプは貴重ですからね、電気タイプは捕まえといた方がいいね。コリンクいきます。よし、オッケー、コリンクを捕まえました。コリンクは先行ポケモンで、筋肉の動きで電気を作る仕組みを前足に持っていて、ピンチになると全身が光る。なるほどね。はい、まあ、とりあえず電気ポケモンってことだね。はい、じゃあお前の名前はライコーだ。よし、強くなるんだぞライコー。そしてここでトレーナー戦を一発やって経験値を稼いでいく。コラボーシ、こいつは木の葉があんまり効かないので体当たりで頑張っていく。まあ、ライコーとかエンテイとかスイクンっていう、まあ、ポケモンがいるのは知ってるんですけど、まあほら、あのパールの方に出てこないんで、はい、パールの方に出てこないと、思えば、まあ全然、まあね、コリンクがライコーでも全然バレない、バレないんじゃないでしょうか。仮にコリンクがライコーだとしても、バレないと思います。ヤカマシスはレベル5に上がりました。電光石火覚えました。オッケーオッケー。なんかあとはいるかな、珍しいポケモン。これはトレーナーか。うわ、トレーナーだった、めんどくさい。さゆり3匹も持ってる。すごい、3匹も出してくるの。ターツオ、ターツオのコノハ、コノハ一択。
はい、ワンパンかましていきますね。まあ、このままどんどんワンパンかましていきましょう。レベルアップ、ライコ。まあ、いきなり伝説のポケモン持ってるみたいななんかテンションになって、すごいなんか楽しくポケモンが楽しくポケモンが進められるっていうね。これはおすすめっすよ、皆さんにも。もう最初から伝説持ってんのみたいな、ちょっと友達に自慢できるんで、っつって、まあ、ハリボテなんですけどね。これは鳴き声か。攻撃は下げられてしまった。ターツォ。さあ、ヤカマシスもレベル6に上がりまして、特に何も覚えないと。スボミーってなんか聞いたことあるぞ。聞いたことあるけど、なんかあんまり記憶にない。まあ、とりあえず多分草タイプだろう。え、草タイプじゃないのこいつ。草に草って聞かないんか。ちょっと全然記憶があれですけど、まあ一旦体当たりでいくか。タートル。これで無事ライコーもレベル6と。いいね、順調なんじゃないでしょうかね、一旦ね。ただなんかさっきのと町から左に行くとなんか釣り竿をくれるっていう謎の情報を得たんで、左に一旦行きます。ビッパーに対しては木の葉で行きます。はい、ワンパンでございます。もうワンパンももうワンパンですからね。バービーレベル8で何にも覚えない。いつになったら技を覚えるんだろう。もうちょっとなんか有用な技を覚えてほしいとこなんだけどな。左っつうとこっちですかね。この先の218番道路は釣りの名所だよ。あ、こいつだろ、これ。絶対くれる。はい、ボロの釣り竿ください。釣り竿の使い方説明よろ。水面に向かって釣り竿を使う、気持ちを集中、釣り竿を引くと。はいはい。あれ、今回もあれか、あのバッグの中のやつは、あ、お気に入り設定があるな。お気に入り設定があるから、ん、ショートカットではないのかこれ。ショートカットではない。いちいちバッグ開いて使わなきゃいけないのかこれ。でもお気に入りとショートカットって違うのかな。あ、登録があるじゃん、登録。あ、R スティックの、え、どういうことこれ。使うときは、あー、はい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 、プラスボタンを押して呼び出して、呼び出してないのに使った。まあいいや。で、どうやって引くんだ。全然釣れない。はい、ちょっと釣りの名所この辺で、ヒュン、来た。コイキングか、コイキング、コイ、来たー、コイキング。やっやっぱコイキングだよな。ボロの釣り竿と言ったらコイキングだろ。こいつをレベル20まで頑張ってあげて、ギャラドスに頑張る。よし、
強い、意外と強い。さあここら辺で一発かましてみようかな、モンスターボウ。タツオ、やあパワー。よし、タツオのレベル12に上がって、ヤガマ室が7、はい、でコイキングのデータが追加されましたと。コイキングは、まあ、ギャラドスになるから、なんだろうな名前としては、うん、まあ、こいつの名前はイオンだな。じゃあイオンでいこう。イオンモール、イオンモールでいこう。よし、はい。お前の名前はイオンモールだ。わあ、こいつなんかトレーナーっぽいな。しかも右になんかあのなんだっけ、あのあ、トレーナーじゃなかった、キャモメ。特になしと。でまあ多分コイキング以外釣れないだろう。まあでも、もう一回やって、コイキング以外来なかったらやめます、釣りはね。なんかあ、なんだお前はコイキングかよ、コイキングかよ。まあ、こいつはもう多分木の葉一発でワンパンできるんじゃないかこれ。あ、いいね。逆に経験値を稼ぐという点では結構いいかもしれない。ライコーレベル7、特に何も覚えないと。でもう特に何も出てこないんで、一旦行くか。でちょっと数々の戦いで傷ついたこのポケモンたちを、回復しましょうかね。回復していきます。パン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 パラピーン。おっしゃー、ムクドリのムックルが飛び出してまいりましたが、ムックルはもう捕まえてるのでいりまへん。体当たりで倒してまいります。どうすん。さあ、ターツオの攻撃が下げられていますけれども、まあ依然体当たりで一発かませば、まあ倒せるというところじゃないでしょうか。このようにして、誰もレベル上がらないと。はい、こいつはトレーナーかな、トレーナーですね。さあ私の経験値ダメのための礎となりたまえ。ワンリキーだ、かわいい。ワンリキってマジかわいいよな。ちょっと身長でかいし、まあ木の葉かな。うん、オッケー、あと1回で桁繰り早、目にも見えない蹴りをかまされたぜ今。これでオッケーと。さあおっと、みんなレベルが上がりまして、エリシーディがレベル10になりまして、ヤカマ室が8、そろそろ風起こしぐらい覚えてもいい。でライコーがレベル8、電気ショック、あー充電、はい、全然なんか攻撃系の技を覚えないんで、
攻撃系の技を覚えたんだったら、おっとここでエリ CD の様子が、エリ CD の様子が何になるんだい。 CD なくなっちゃった。コロトック、コロトックになりましたよ。コオロギポケモン、感情メロディアで表すメロディの法則性を、学者たちが研究している。おっと、いい技を覚えた、連続斬り。はい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 。ちょっと襟の CD なくなっちゃったから、名前変えてあげないとかわいそうだな。襟に CD なくなったで、ヒゲが生えたからな。ヒゲか、長ヒゲ、長ヒゲだな、長ヒゲ、長ヒゲカズ、長ヒゲカズだなあいつは。とりあえずこのムックルは体当たりで倒していく。あらーい、ターツォー、ターツォー、いやマジターツォーっていい名前だな。ターツォーが早く最終進化したらもう完全にターツォーなんですけどね。さあビッパ、ビッパレベル5か。まあコノハ2回ってところだな。ふん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 、はいはいはい、もう一発、よいしょ。さあ結構なんかお金もゲットできてきましたね。6000円、6000円か。さあコリンク、コリンクはさっき捕まえたからまあいらないかな。ていうか一回捕まえたポケモンってなんか捕まえづらくなるみたいな設定ありますよね確か。だからどの道、まあ倒すしかないということですね。かっこいい電気ショック、ターツォー、オッケーオッケー、ツーパンターツォ。そんな設定なかったでしたっけ。そのためにリピートボールがあるんじゃなかったでしたっけ。関係ないんですか、目に見えない設定というか。なんかそんななかったでしたっけ。もうないんかな、もうないっていうか、なんか聞いたことはあると思うんですけどね。体当たりゴー。まあでも俺の勘違いかもしれない、そういう設定があるのが。はい、普通にないのかもしれない。オッケー、イオンモール、イオンモールって誰、え、イオンモールって誰だっけ。ああ、コイキングの話ね。なんか。ああ、コイキングでした。はい。ちゃんとこう一致させていかないと、名前と、あの、ポケモンを。これ、後々大変ですからね、やっぱり。まあ、一旦体当たりしていきましょうか。体当たりですよ。時代はね、もう。基本的にはずっと体当たりで行くしかないんでね、中盤までは。さあこの辺の草むらもアイテムも取りましたし、エンカウント率高っさっきまでコリンクが結構珍しいポケモンかと思ってたら、割と頻繁に出てくることに気づきました。はい、とりあえず体当たりで。ていうかよく見たら別に木の葉が等倍なんだな。なんか電気タイプだから草ってあんま効かないのかと思ってたけど、木の葉
いいね。いいですね。みんななんかじりじり育ってきてますね。洞窟だ。俺フラッシュ持ってないよ今。あ、いらないタイプでしたね。そのポケッチ、ふむ、お前さんまだまだひよっこトレーナーだろ。だがポケモンを愛する者が増えたことは嬉しいことだ。なのでこのマーズマジュームをお前のさんにあげよう。マーズマシン98、98は、あー、岩砕きじゃん。はい。ポケッチに新たな機能、ポケッチアプリ秘伝技だ。ポケッチの秘伝技から岩砕きを使えば、道にある邪魔な岩を取り除く。つまりポケモンに秘伝技を覚えさせなくてよくなったってことか。このポケモンに覚えさせる秘伝じゃねえや、技とあれは違えってことか。つまりはそういうことか。じゃあ岩砕きはまあ覚えさせなくてもいいかな。あ、でもここをこう砕かないと通れない系の道なんだね。ディグだ、これディグだ、ディグだじゃない、ズバッと。ズバッともう一応捕まえたいから体当たりでいくか。どんぐらいだ、うおー、あと1回だな。あ、でもスイートルで HP が回復しちゃってるから、はい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 、まああと1回かな。 OK、 おーしゃ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 、ちょうどだね。ズバットはプレミア感高いからプレミアボールでいきます。どうだ、オッケー、オッケーオッケー。やかま室9、おっし、やっと飛行技を覚えたな。これでなんかどっかに出番があるかもしれない。で、ライコは何にも覚えずと。はい。ズバットは、ですね。方一ですね。方一と。方一。お前の名前方一だ。あ、まあ、手元には、まあ結局加えないんだけど、まあ一旦ボックスに行っていただく。方一。はい。耳なしだからです。まあ耳はあるんだけどね。目がないんだけど、目がないんだけど耳なし方一、まあ耳はあるんだけどっていう名前に本当はしたかったんですけど、ちょっと長すぎてつけれないから、まあ方一にしました。はい、です。してコリンクは木の葉で攻めていく。うわ、半分削れないので、これは CB 戦いですね。 OK 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 OK、 よし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 、タトウの防御が下がったが、こっちは体当たりするから問題ない。タトウいいね。今んとこ順調な感じですね。タツはレベル13。なんか覚える？お、葉っぱカッター、葉っぱカッターの代わりには、殻にこもるですかね、はい、やったぜ。バービーレベル9、転がる、いいね。転がるってなんだ、地面か。いやでもノーマルだった気もするな。よしと、うわ、じゃあ覚えたての葉っぱカッターの威力を。でも葉っぱカッターって確か命中80ぐらいじゃなかったっけ。あ、95か。まあまあまあ、
でも今一つだからな、体当たりでいきます。オッケー、混乱も弾いていく。オッケー、さあこれもまあトレーナーだろうな、行ってみよう。なんか適当に岩タイプとか出してきてくれれば、俺のさっきの覚えたての葉っぱカッターが火を吹くんですけどね、葉っぱなのに。はい、つぼみ、こいつ何タイプなんだろう。でもまあ草だと思うんだよな。今一つ今一つ、体当たりでいく、体当たりでいく。あー、あとちょっとなのに。え、なんか回復しやがった。あ、吸い取るか、びっくりした。いきます。さあ次はなんだ、石つぶてか。石つぶてだろどうせ。違った、コダックって水エスパーかな。コダックの時点だとまだエスパーないのかな。てかでかくない、コダックなんか。え、コダックってなんかでかくない、もうちょっとなんかちっちゃいアヒルぐらいのなんかイメージだと思うんですけど、これじゃあ俺の家に届いた等身大ヤドンと大体一緒じゃないか、こうサイズ感が。まあ葉っぱがあったでしょ、とりあえず。オッケーオッケー。まあでもコダックも可愛いんですけどね。ちょっとアホっぽいよね、コダックの方が。はい、さあ洞窟抜けまして、黒金シティ、これ最初の事務戦だな。お、ジムまで案内。じゃあ今日はこのジムをクリアすることができたらちょうどキリがいいんで、放送が終わるぐらいの感じかな、大体。ジムの前にいるのは君の知り合いかい？違います、あんなやつ知り合いじゃないです。ジムリーダーがいない、黒金炭鉱に行く。なんでお前はジムバッジをじゃあ持ってんねん。黒金炭鉱ってまずどこ？あ、ピカチュウ持ってる。ピカチュウ、ピカチュウ持ってるじゃん、この人。交換してくれるタイプの人もしかして。はい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 。色違いのピカチュウはオレンジ。違うか。黒金炭鉱って何？こっち？ここのこと？これ黒金ゲートだな。これ違うな。ちょっと散策するか。8人のジムリーダーがいる、全員からジムバッジを手に入れることによって、うまいことなります。コダックじゃん、これ交換してくれるタイプの人。コダックに見たまま黄色って名付けるセンス、私にはわからないわ。うわー、こいつ俺と同じようなセンスを持ってるってことか。ちょっとそれはいけすかないぜ。ダークボール、夜の時に捕まえやすいんだったかな、ダークボールは。いいね、いいもんをもらったぜ。なんかこうやってたまにアイテムをくれたりするやつがいるからな。ちょっと、お、山親父。はい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 。あ、バッジの数がショップのラインナップに影響するんだ。じゃあ今こうやって見ても、あ、でも一応ラインナップ増えてるな。ヒールボール、ネットボール、水と虫が捕まえ、1000円か、ちょっと高いね。まあいらないかな。まあ一旦いらないということで、
まあ、特に誰に話しかけるということもないんですけど、黒金炭鉱はここか、これ道路に来ちゃったな。おっと、お尻向けようじゃないか、お前は。お尻向けよう、トレーナーじゃなかった。コラボーシ、またコラボーシか。レベル6、体当たりだ。エリシーリーかわいいよね。オッケー、ここは多分何もない草むら。あーっと、アイテムあり。モンスターボー、上に木の実の木があるけど今はいけないから、まあ一旦行くか。よっしゃ、石つぶてじゃねえか。石つぶては欲しいけど、ちょっと木の葉だと一発で倒しちゃいそうだな。体当たりで CB が削っていく。はい、いや、やっぱこの懐かしい系のポケモンはいいよね、やっぱり。やばい、ターツォーの方が先に倒れるか、これは。オッケー、あ、やっと3回も削るのか。きついですね。もう1回、あと1回だな。耐えれるかな。体当たり、ここだな。ここで捕まえるしかない。まあ丸くなるやってるから、あと1回攻撃してもいいけど、別にそんなに削らんでも捕まえられるんじゃないかな。おっと、間違ってプレミアボール使ってしまったが、いけるか、いけるか。オッケー。あれ、このシリーズでズバットってゴルバットになるんかね。ゴルバットじゃねえや、ん、ズバット、ゴルバット、あれ、もう一個次のやつの名前忘れちった。まあ、とりあえず石つぶてはゲットしたから、あ、クロバットね。はい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 、クロバットになるんかね、このシリーズって。なんかね、はるか昔はやっぱゴルバットまでが最終進化だと言われてましたからね。急にクロバットがなんか追加されて、なんかもうみんなてんやわんやしてましたから。石つぶてか、おめえの名前はそうだな、うん、ダンプティだな。ダンプティでいこう、ダンプティ、ダンプティ、ダンプティ、こちらダンプティでいきます。でも一旦ボックスに行っといてもらいます。はい、どの道通信できないからね。まあ一旦このままほっといて、どうせゴローニャにできないからね。え、なんか顔から手がそのまま出てるのって、もう思いっきりハンプティダンプティじゃないですか。だってね、顔から手出てるんですよ。だってもうハンプティダンプティでしょ、もはや。見栄えが。で、一旦回復しまして下に行きますか。じゃあこの辺が、まあ、思い切り炭鉱っぽいけど、なんでしたっけ、あ、ジムリーダーを探すんだよな。そうだそうだ、はい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 。なんか知らん豆知識を授けられてからのジムリーダーを探しますと。お前か、違うか、これ歌歌ってんね。育った腕力、岩をも壊す。育った腕力、岩をも壊すみたいなメロディーだと思いますね、多分ね。なるほどね。
君も炭鉱見学？素晴らしい、実に素晴らしい。はい、炭鉱見学です。炭鉱見学ではない、ジムリーダーを探してんだな。ここにワンリキいるよね。このワンリキをくれたりとかそういううまい話はないですね。お、なんかくれた。いいですね。いい傷薬は HP60 回復しますから、まあ中盤では必須といったところでしょう。黒金炭鉱ん、あ、こうやっていって、はいはいはい、石そっくりのポケモンがいてびっくりしちゃったの。お前石つぶてに失礼だろそれ。はい、石そっくりのポケモンって。ディフェンダー、これはいりませんね。まあショップで売ることにしましょう。ズバッとタートル、体当たりでまあ攻めましょうか。マジで相性悪い敵しか出てこねえな。飛行だよな。なんかターツォーにどうにかして、地面か岩かどっちか何かしらの技を覚えさせられたらなんかいいんですけどね。そしたら炎とか飛行とかになんとか対抗できるんですけど、そんな都合のいい話はないか。でも最終的に亀になるんだったらなんか地面とか岩とかいけそうな気するけどな。出ました、石みたいなポケモン。石みたいな見た目のポケモンが来ましたんで、こいつは、木の葉でいきます。はいはい、ワンパン、ワンパンじゃない。強い。あー、こらえてんのね、びっくりしたわ。強いのかと思ったよ一瞬。素早さがぐーんと上がりましたが、多分こっちの方がまだ早い。いや早くない、早くないが、まあまあまあこれで、まあ、とりあえず、2パンしましたと。はい、ちょっとレベルもみんななんか上がりづらくなってきて、だんだん渋くなってきてますね。こっちはいけるけど、なんだこの箱、特に何か調べることもできない。あー降りちゃったけど大丈夫かこれ、降りちゃったけどこっちの道で合ってたのかな、わかんねー。とりあえずズバッとを、何今の、タートル、さあタートル、やばい混乱かこれ、きっちー。一回ぐらい当たってほしいな、もう頭悪し。シャイ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 、あーもうこれでもう、これはもう地味にどうだ、はい、オッケー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 、あと1回混乱が解ける、そろそろ混乱が解けるはず。タツオお前本当にタートル、タートル、あと1回、あと1回でいいからなんとか、オッケー、タートル、タートル、さあ野生のポケモンですらなんか若干苦戦し始めてますが、穴抜けの紐じゃん、いいね、便利便利。おっとトレーナーだった、おお、めっちゃヒロシみたい、漢字だけどヒロシ。
レベル7か。まあ木の葉だろうな。木の葉で攻めていく。オッケー。石みたいなやつ倒しました。イワーク、イワークは意外と防御力が高いから、木の葉だとワンパンできない可能性があるんで、これ葉っぱカッターで攻める。オッケー。イワークも欲しいな。タトレベル14、バービーレベル10。特に何も覚えない。イワークマジナチー、まあ、たまになんかナチーポケモンが出てくるな。石つぶて、石つぶてさんはもう用ないですので、木の葉で。あーまた根性持ってる。頑丈だった。根性ってパズドラみたいなこと言っちゃったけど、頑丈ね。はい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 。まあまあ依然木の葉で攻めていこう。オッケー。野生のポケモンですらなんかワンパンできないと。なんかお、みんなレベル上がった。 LCD が12で特に何も覚えない。やかましすは何も覚えない。ライコ、ライコはどうだい。何も覚えない。マジで何も覚えない。グワバン、これジムリーダーじゃね。ちょっと見ててね。秘伝の技岩砕きを使えば、こんな邪魔な岩だってボゴン。あー絶対ジムリーダーだ。帰っちゃった。これでこのイベントが終わったっつうことで戻ればいいわけだな。オッケーオッケー。おじさん、ひろしこと、ひろし AKA 元太が、ワンリキーを出してきました。レベル9か。地味に高いな。まあでもここは葉っぱカッターだろうね。うん、ギリワンパンできない。さあまあまあ、あと体当たりでいけんじゃねえかな。体当たり GO。 イオンモールイオンモールって何マジ。全然なんかしっくりこないんだけど。でも多分今ね使ってないからしっくりこないんだよ。ギャラドスになったらまあしっくりくると思うんだよね。正直こいつも勝負するタイプのやつか。違うか。え、ワンリキーが207番道路に出るだと。それは耳寄り情報だぜ。207番道路と言いますと、さっき上に行った時のとこかな。ワンリキ欲しいな。まあでも一旦ジムだな。今日はジムをやって終わることにするが、まあ一旦回復しておくか。なんか有益な情報くれそうなやつ。2階の左にいる受付の人に話しかけばユニオンルームで返信できるよ。何言ってんだこいつ。ポケモンセンターのパソコンスイッチを入れて、誰かのパソコンに接続。そうすれば自分のポケモン預けたりできるの。ふむ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 。オッケーオッケー。メガネでかっ。地下のポケモングローバルクラブでポケモン交換しちゃった。なるほど。はい、オッケー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 と。あ、なんかここなんかありそう。化石とかありそう。山親父、これが石炭か。ここは黒金炭鉱博物館であります。はいはーい。化石の研究してます。あ、いいね。やっぱここで化石を持ってきて、ここであれだな、オムナイトを作ればいいんだよな。オムナイトをな。
オッケーオッケー、いきます。え、俺回復してない今、嘘、え、してなかったっけ、全然見てなかった画面のこと、回復してなかったっけ。じゃあ回復しますと。はい、もう一回します。いいね。なんか俺のエリシーディーがさ、てかな、ポケモンの名前ってなんかどっかで変えらんねえのかね。ここかな、パソコンから、誰かのパソコン、あー、まあ特に名前を変えるとかねえもんな、ねえよな。ジムジムジム、これだ。じゃあ最初のジムに突撃。おー、すごーい、岩って感じだね。やっとやっとこの俺のターツオーの、やっと俺のターツオーのなんか相性がいいジムに来たな。逆にスーザンよくここクリアできたよな、火のタイプの割には。はい、タート石つぶて1匹でレベル10、こいつね葉っぱカッターでいく。よっしゃい、ワンパン、もう楽勝よこんなジム。まあ、たけしみたいなもんだよな。オッケーオッケー、たけしみたいなもんだと思えば、まあ、どうせイワークを出してくることが予想される。はい、まあ、葉っぱカッターでもうこれもう位置立てしちゃいますからね。まあ、ピッピッピッです。このもうタートル、レベル8で2体持ちか。まあどうせ次も石つぶてレベル8とかそんな感じだろう。そういう法則性がポケモンにはある。オッケー、イワークだった。ここでイワーク、ここでイワークが来るとなると、ジムリーダーは何を出してきやがる。早い、イワークのくせにこっちより早い。ターツオー、ナイスターツオー。さあ、なんだろうな、いや意外とやっぱワンリキー、もしくはいきなりゴーリキーとか出しちゃってきたりしちゃってからの、よし行くぜ、ヒョウタ、ジムリーダーのヒョウタ、岩タイプのポケモン。あ、でも岩って言ってるしな。君のトレーナーとしての実力、一緒に戦うポケモンの強さ見せてもらうよ。ヒョウタよろしく。まあ岩だったら、まあ葉っぱカッターでいけると思うけど、まあ一旦石つぶて、オッケー。出し方かっこいい、そんなおしゃれな出し方するんや。レベル12、とりあえず葉っぱカッターでいく。バチコイ、オッケー、いいね。やっぱこのターツを選んでよかったわ。ターツレベル15、バービー、ヤカマシス、ライコー。お、ライコーが噛みつく、噛みつくは悪かな、悪だね。まあにらみつけるかな、にらみつける、いらなしと。え、ヒョウタが若干俺に似てるんじゃないかって。まあ、そんなバカなこと言っちゃいけませんよ。俺あんななんか鮮やかな髪色してませんからね。もっとドス黒い色してますから。イワークを出してきますと。はい、このままいきます。ターツオーの葉っぱカッターで。なんでイワークの方が早いん、葉っぱカッター。おっ、残っちったよ。あ、お前も頑丈持ちね。オッケーオッケー。じゃあ木の葉でいきます。
ねえ、ここで傷薬を。うわー、この葉じゃ削りきれないかこれ。あ、いけた。あぶねえ。オッケーですね。 LCD のレベルが上がりまして、イオンモールレベル10と。ズガイドス、聞いたことないけど、まあ多分岩なんだろう。え、ズガイドスって何？岩なのこいつ本当に。どっちかというとドラゴン岩みたいな感じだな。見たことねえポケモンだ。まあ葉っぱカッターで行ってみるか。葉っぱカッター、マジで初見すぎてわからん。うわー、倒しちゃった全然張り合う暇もなく倒してしまった。とりあえずヒョウタとの戦いにウィン。ナイスウィン。2000円カツアゲ。えぇー、やったーい。君が強くて僕が弱かった。いや違う、君は弱くなかったよ。君は強かった。ただ僕が強すぎただけだったようだ。なんかもらった。コールバッチ、イエー。コールバッチを持っていると岩砕きを使えるようになるんだ。あとこの技マシンもあげるよ。この技マシンはなんだ、ステルスロック。交代して出てきたポケモンにダメージを与える。まあちょっとこう難しいですね。使っているシール、何その新しい要素。技マシンを使えばシールは何、シールって何。ああ特にここには存在しないな。岩砕き、あれ、ターツォが岩砕きを覚えられる。一応格闘だからな。なんか今後のためにターツォに役に立つかもしれない。成長、これいらないと。はい、いらないと。ナイスターツォ。でこれが岩か。岩もターツォ覚えられんじゃん。あ、でもこれ威力ってか技じゃねえからいっか。でもこれもいらないと。オッケーオッケー。格闘と草があればまあしばらくはまあ勝ち進められるんじゃないか。なんか岩を砕かなきゃいけない場所あったっけかな。ここさっき来たな。岩を砕かなきゃいけない場所、こっちの上の方は特に岩がないですけど。でもここにワンリキーが出るという情報を。出たー、ワンリキー。よーっしゃー。ワンリキーには効果あり効果あり効果ありか。レベル5。微妙だな。体当たりで倒しちゃうかな、どうかな。あー、オッケー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 。まあちょっと厳しそうだけど、これでボールを投げるしかあるまい。投げる。どうだ、カモン。オッケー、サンキュー。よし、ワンリキーか。かわいいな、ワンリキー。ワンリキーのニックネームは、ウルトラメンですね。ウルトラ、ウルトラメン。お前の名前ウルトラメンだ。お前はボックスへ、一旦ボックスに。後でちゃんと育てるからね。はい、
また石つぶて。石つぶてはもういりません。ターツォー、岩砕き効果抜群か。試しに使ってみるか。威力は40だから、まあ木の葉と一緒だな。なるほど、試しに使ってみよう。ドコーン全然残ってるけど、なんで。多分木の葉だったらワンパンできたと思うんだけどな。木の葉ガシュン、よし。やかましす。影分身は回避を上げるから別にいらないんで、特に覚えません。雷光は何も覚えませんと。はい、まあこんなもんかな。こっから先をやるとまた長くなっちゃうんで、一旦今日は回復して終わると。まあ、日曜日ですから明日からまた月曜日が始まるんで、まあ、こういうのは毎日でもいいから、こうコツコツちまちまやっていくのが大事ですね。まあ、あんまり一気にバッてやっちゃうともう疲れちゃいますからね。お預かりしたポケモンはみんな元気になりましたよ。ありがとう、またの合流をお待ちしております。ありがとう。オッケーオッケー。レポートってオートじゃないの？さっきから右になんかレポートしていますとか出てるけどね。お任せレポートする、はい。ニックネーム表示見る、BGM、OK、ジャイロセンサ ー、ハーン、ニックネーム登録すると、はいはい。手持ちがいっぱいで捕まえた時にどうするか選ぶ、入れ替え、戦闘アニメ見る、うん、まあ見なくてもいいかな。いやでも見るか一旦。ウィンドウの表示は24まであるの。どれが一番おしゃれかな。おお、この辺おしゃれだな。この辺おしゃれ。ああ、なるほど。ああ、はい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 。そういうタイプで。ああ、なるほどね。はい。おお、いいですね。まあ、こういうのもいいですよね。で、あ、はいはいはい。ああ、これもまあいいですけど。まあなるほど。あ、これ一番いいな。これにしよう。はい、これにしていきます。これでいきますと。で、オートセーブだから。オートセーブだからとはいえ、ここでレポート書いておく。レポート。はい。今日はターツォーとエリシーディーとバービーとヤカマシスとライコーとイオンモール。まあ、あとボックスに行っちゃったポケモンたちが何匹かいますけども。これでレポートに書き込みましたと。オッケー！はい。いや、よかったねー。よいしょ。急に切り替えたらミュージックが一個もない。まあ、とりあえず、しかも、日付の書いてる文字を思いっきり、まあ、昨日のまま間違えてますけど、とりあえず今日はシャイニングパールの方を最初のジムを攻略するというところまで完璧にできましたね。まあ、明日以降また、暇を見つけてちまちま進めていくことによって、他のなんかこのポケモンやってる、まあ、歌い手さんいっぱいいますよね多分、まあ、いっぱいいると思うんですよポケモンやってる歌い手さん、まあ、その人たちと、どうにかですね、フレンドになって、俺のダンプティ俺のダンプティとか、あとウルトラメン、ウルトラメン、あの辺をなんかこう送ってから返してもらってなんかこうゴローニャとカイリキーにしてほしいんだけどなっていうちょっと話しに行かなきゃいけないかもしれないですね。そのパターンが今後は発生する可能性があります。はい、ということで今日はシャイニングパールを、いい感じにやったところで一旦終わらせていただきます。はい、まああと昨日歌ってみた動画上げてたりとかですね、なんか通販の方のサイトで新しいアイテム出してたりとかしますんで、ぜひそちらの方もチェックしていただければなと思います。はい、ありがとうございました。今日はこれで終わります。お疲れ様でした。さよなら。